牧村秀夫は日本の元プロレスラー。新潟県糸井川市出身。身長184センチメートル、体重98キログラム。幼少時よりプロレスラーに憧れ、1987年に全日本女子プロレス主会社に入社。リング設営に関することが一通りできるようになった1990年に退社。プロレスラーの夢を叶えるため全日本プロレスに。 入門する。しかし練習中の受け身を失敗し、急性硬膜下結種となり、練習生復帰後もジャイアントババから、許しが出ずデビューできず、それでもレスラーの夢を叶えるため1995年に、新日本プロレスに入門。過去に、急性硬膜下結種を患ったことを伝えた上での入門だったが、同年すぐに、コンペイ・ヒロミツ練習生の事故死があったことから、 デビューできないことを伝えられ対談。1996年に上記のことを隠した上で、FMW に入団し、1996年8月1日、浜松町旧塩止め木跡地での岡本守戦でデビュー。1997年に引退後、レンタルビデオ店に就職。偶然、プロレスリング、ノアの背広組である、中田龍と出会ったことから、2003年より、 プロレスリング、ノアの巡業バス運転手を務めた。志半ばでの引退だったため、引退後はプロレスから離れたい気持ちだったのが、ある程度距離を置いてからの誘いだったため、給与はレンタルビデオ展時代の半分となったがやりがいを感じていたという。運転の片ら会場の音響も担当し、試合後にかかる曲を必ずしも、 勝者のテーマにしないなど流れを重視した音響演出を施し、2010年からは全会場における総合的な演出担当となる。2011年6月29日、休止。2012年1月に宝島社から発売された別冊宝島プロレス黒い霧ノア崩壊の序曲では、リング上で退職送別会が行われた際の事故と報道された。 ありがとうございます。